皆さんこんばんは、山本カールです。トコムスクエア TV の時間がやってきました。今日解説してくださるのは東京トレーダーズタイムズの小針秀夫さんです。小針さん、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。本当はね、小針さん、今日はね、赤い帽子でも被ろうかなって思ってたんですけど ね、 ね。もうクリスマスですもんね。ね、今週末ですから ね、 ね。でもちょっと被るのはなんか今日だと。ちょっと早いですよ、まだね。早い気もする。街ではいっぱいいるんですけどね。そうですね。そうですね。うちの周りもはい。街自体がクリスマスの飾り。あ、隣の駅がはい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 、ニュータウンなんですけど。じゃあ街自体でそうやって街を明るくしようって取り組んでるんですね。駅とかもキティランドとかあるんで。うん、ああ、なるほど。駅自体がもう、なんていうか、クリスマス、子供向けの飾りになってますよね。はいはい、ああ、いいですね。うちの近所何にも変わってない感じなんです。そうですか。ちょっとね、地下鉄の出口の木にちょっとだけ電飾ついてたんですけどね。それだけ、みたいな。そうですか。でも結構ね、マシマシでも結構クリスマスの感じですよね、飾り付けが。そうですよね。はい。皆さんのところはどうでしょうか。さて、今日なんですけれども、はい、大体どんな感じでお話進めていきますか？そうですね。先週、大きな金融イベントが、はい、FOMC のイベントがあって、はい、まあ、利上げ、まあ、予想通りやったんで、まあ、それでどういうふうな形で、金融マーケット、あるいは、コモディティマーケットに影響を与えたのか、はい、ということと、はい、まあ、それに関連づけて、個別の銘柄ごとでどんな風な感じになっているのかを見ていこうかなって思っています。はい。まあ、特にゴムね、すごいですもんね。そうですね。普段あまりね、注目されない銘柄なんですけれども、金とか石油がこう、もみ合いって言いますか、はい、あまり値動きがない中、まあ、トップ高って言いますかね。そうですね。すごい上げてるんで結構注目されてますよね。一、はい、人だけ頑張ってるっていう感じなんですけれども。一人だけ、うん、まあ、本当ですね、はい。そうですね。はい。さて、じゃあ順番に行きたいと思いますが、はい、まず、FOMC の利上げですね。まあ、予想通りというか、うん、はい。まあ、利上げするのは分かっていたことなんですけれども、まあ、その回数とかも少しちょっと予想とは違った部分もありましたね。結果的に、はい、はい。サプライズと言いますか、市場をちょっと驚かせたのは、今山本さんが言ってた、来年じゃあ、金利の引き上げ回数どうなのっていうことで、はい。今年9月に2回、来年2回やりますよって言ってたのが、はい、まあ、今ね、山本さんおっしゃいましたけども、来年1回、増えて。そうですね。3回やる見通しなんですよね。はい。それはちょっとね、マーケットに対しては、サプライズになりましたよね。うん、はい。まあ、昨年は、この時点で4回やるって言っていて、でも結局、1回になった、はい。そうですね。1回だけでしたね。という形になりましたけれども、はい、今回はどうでしょうね。どうですかね。結構、まあ、失業率うん。あたりの中心的な指標が良くなっているので、はい、まあ、去年の12月は今年ね、今、山本さんもおっしゃいましたように、4回やりますよって言ってましたけど、まあ、それほど、まあ、景気の回復の補調が良くないということで、まあ、結果的に1回だけ。で来年は、今、トランプさんがね、新大統領やる、はい、まあ、1月に所信表明演説やりますけども、まあ、景気ちょっと良くなんじゃないのっていうような見方から、うん、少し FRB も楽観的になったような気がするんですけど、はいはい、回数っていうのはどうやって決めるんですか？回数をどうやって決める、はい、これはFRB、FOMC のメンバーがいますよね、うん、理事とか、はい、まあ、今イエレンさんが理事長ですけども、うん、その今、入ってるメンバーたちの、うん、まあ、意向とかもありますし、あと市場の予想なんかもありますよね。こういったふうな、市場のセンチメントとか、FRB のメンバーの、うん、見方が色濃く反映されて決定されるっていうようなことを、まあ、メディアが取り上げて流してるような感じですよね。はい、じゃあ、トランプ大統領の新政権になって、メンバーも変わった場合は、またその辺も変わってくる可能性が変わってきますよね。そうですよね。イエナさんもね、前のバーナンキさん引き継いで、はい、一応基本的な路線は、登場しましたけども、うん、やっぱりね、今度トランプさんがなると、うん、なんですかね、ハト派中心が今度タカ派中心になってくるような感じがしないでもないですもんね。はい、まあ、今、山本さんがおっしゃった部分っていうのは、結構金融マーケット見てる人は、はい、
要注目っていうか、うん、金融政策も変わってきますからね。はい。はい、結構やっぱり注目ポイントじゃないかなってやっぱり思いますよね。はい。はい、で今、はい。今、山本さんも、一時的にですね、じゃあ、どういうふうな、金融水準の、中央値が決められるかっていうので、はい、まあ、やっぱり、ここにございますけども、FMC メンバーによる FF 金利の予想っていうことを、まあ、立ててですね、まあ、それで回数の予想が立てられるわけですね。はい。はい。まあ、参加に増えたっていうことが、ちょっとね、やっぱ金融マーケットはびっくりですよね。そうですね、大きく動きましたよね。そうですね。その、為替がね、はい、ここ、その直後ですよね、117円台までっていうのはね。そうです、そうです、そうです。また、先週末で118円まで来ましたからね。120までいっちゃうんじゃないかなっていうぐらいの勢いですよね。1ドル80円の時代もありましたからね。40円ぐらいの円安ですよね。50% ぐらい。ドル高が進んで、円が下落するっていう局面ですよね。ちょっとでも行き過ぎじゃないですかね。どうなんでしょう。どうなんですか。まあアメリカのダウがね史上最高値付近までいるので、はい、まあそれでドルまあ強いっていうようなことですけども、うん、ドル高、株高、債券高、うん、トリプル高になってますけども、はい、まあでもちょっと行き過ぎのような気がしますよね。でも債券が今急騰してるんで、はい、まあちょっとドル高見込む人も多いですよね。はい。まあこれ本当に完全にドルの影響ですよね。ドルが高いというね。そうですね。アメリカっていうことですよね。トランプさんね。はい。アメリカ単独に強くしますよなんてね、強気な発言されてますからね。あるかもしれませんね。はい。はい。で、今申し上げた、債券の方ですけども。はい。10年利回りこれ、まあ、指標になりますけど。はい。すんごい上がってますね。2.64 まで上がってるんですけど。3% ぐらいまでなんか行く感じがしないでもないですよね。はい。2.64 ですね。はい。はい。2014年9月以来っていうことは、まあ、2年ちょいぶりぐらいの高値ですね。まあ、この辺からもちょっとね、株高の匂いもするし、ドル高の匂いもするし、あと、まあ、ゆくゆくは、インフレ要因にもなってくるのかな、っていうようなイメージもありますよね。はい、まあ、この辺、まあ、長期的に続くと、例えば、金なんかにとってはプラスなんですけどね。はい。ただ、今、足元はドル高ですので、はい、もう完全に、逆相関なんですよね。ドルが高くなると、ドル建ての入金も下がる。はい、まあ、逆に、正の相関になっているのは、ユーロと金、ドル建ての金は正の相関で、ユーロが高くなると、金の価格は上がるというふうな関係なんですけど、全く今、その領域から抜け出してないので、しばらくドル高が進むば進むほど、入金は下がるという構図は変わらない感じがしますね。はい。さっき山本さんもおっしゃいましたけど、はい、本当118円までね、行きましたよね。むちゃくちゃですよね、もうね。日本にとってはいいですけどね。輸出作業が、非常に、まあ、好環境になりますので。そうですね。で、ニューヨーク金が本当に急落していて、一時1124ドルまで。そうですね、はい。年初来の安値近くまで、まあ、10ヶ月ぶりの安値圏ですけども、年初来の安値近くまで下がっているということなんですけども、ちょっとね、一つ気になるのが、はい、下のグラフ、これ MACD の MACD って言いますけど、グラフなんですけれども。はい。気になっている部分っていうのは。ちゃんとちょっとご覧になれるかと思うんです。画面の中でご覧になれるかと思うんですけども。はい、ずっと下がってますよね。相場っていうかグラフは。はい。でも、この下の MACD のグラフは、赤い線が青い線をちょっと上回ってきましたよね。あ、直近で見てみると、はい、そうですね。12月が、そうですね。はい。はい。これはこれはダイバージェンス現象って言いましてですね。はい、まあ、相場の流れが反転する。まあ、今下げてますので、上昇に転じるかもしれないという一つのテクニカル上のサインになりますよね。兆しが出ているよ、はい、っていうことなんですね。まあ、上がるかどうかっていうのもありますけども、まあ、下げすぎからちょっと自律的に反発する可能性があるというふうなサインが出てますね。あと、1150ドル付近に、はい。この辺ですね。
ここに経線上の窓が開いてますので、はい。これもちょっと下げすぎて、この窓を埋める可能性があるということで、短期的には自律的に反発するかもしれないというイメージのチャートになっています。はい。じゃあ、金価格はこの後ちょっとどうなるかわからないって感じですね。いえ、はい、反発する。反発すると言ってるいいんですか上昇する確率が高い。高いと考えちゃってもいいんですか、うん、高いですよね。ちょっと、うんうん、下げすぎですよね。うん、買いのやっぱりサインが出てますから、ちょっと上がりそうですね、短期的にはね。はい。はい、で、次のグラフが、うん、今度は円建ての東京金ですね。はい。まあ、円建てですからね。はい。円は今安くなってますからね。そうですね。はい。はい。まあ、東京はあんまり下がってる感じがないんですけれども。ああ、そうです、そうです。はい。おっしゃる通りです。はい。ずっと横ばいですもんね。ああ、そうです、そうです。ね、はい。そうです、そうです。ニューキングずっと下がってるんですけども、はい、今山本さんおっしゃったように、為替が円安ですから、相殺されて、結局プラスと買い、ね、上がる要因と下がる要因がちょうど、うん、なんですかね、均衡になっているので、はい東京金は値動きが平準化されてるっていう、横ばいになってるっていうですね。はい。まあ、よく見ればゆっくりゆっくり下がってる感じはするんですけれども、ね。そうですね。最終的にやっぱり値動きが下げてるので、うん、東京金もなんか下がってる感じがしますよね。うん、でもニューヨーク金が、じゃあこの後反転してくれば、東京金は。そうですね。ただ、ニューヨーク金の反転で上昇してくるのが、うん、為替のドル安円、高であるとすれば、はい、またそれも財務が相殺されて、はい東京金としては強弱潰されて、またちょっと同じような値動きが続きそうってことになる可能性があるかもしれないっていう感じですね。はい。ちょっとどうしようもないですよね。売りも買いも仕掛けられないので、ちょっと厳しいですよね。まあ、短期的な売買、スイングトレードとかは、はい、まあ。比較的できるかもしれませんけど、まあ、長い期間の、いわゆるファンダメンタルズ取引みたいな、ちょっと厳しいですね。はい。ちょっとこれはプラチナなんですね。はい。はい。金より激しく下落。はい。はい、ニューキンが結構下げてましたけど、うん、ニューキンよりもこのプラチナの方がすごい下げてますね。こんなに下げてたんですね。はい。なんか金ばっかり注目していたんですけれども、1000ドルが一つのやっぱり節目になるんですけども、はい、割りましたからね。割ってさらに900ドルも割ってという状況ですよね。はい、今またぐっと下がってるんですか？またぐっと下がってますね。はい。でもこれもですね、先ほどの東京ニューキンと同じように、はい、下の MACD のグラフ見ていただけると、短期的な、これグラフですけれども、青い線を赤い線が上回ってきてですね、これも、うん、ダイバージェンス現象って言いまして、相場が下がりすぎて反発するかもしれないっていう一つの強気のサインになってますので、預金に関しても上げてくる可能性は高いですね。はい。まあ、実際の先週末の預金結構急騰しましたので、これ企画に反発トレンドが続くかもしれないですね。はい。はい。まあ、あと、はい。ね、先週末、ね、はい。ニューヨークのプラチナ結構上げたんですけども、はい、ワールドプラチナムインベストメントカウンシルって、まあ、金でいうワールドゴールドカウンシルみたいな、独自の国際調査機関があるんですけども、はい、まあ、こちらちょっと、プラチナに関しては、需給要因で、強気のコメントを出したんですね。はい。供給不足になると、そうです、そうです。そうです。もう、ズバリ今、山本さんが言ったところですね。はい。供給過剰から供給不足になる。これが、そこだけですね、ポイントは。はい。はい。それがどれぐらい、供給不足？具体的には書いてませんよね。はい、ただ、インドの婚礼需要が 2% 伸びるって書いてますけども。それは、需要ですね。はい。はい。需要も伸びるし、はい、供給も減ると。そうですね。そうですね。まあ価格がじゃあ上がりますよっていうことなんですけれども。はい、インドに関して毎年、秋口は、婚礼、結婚が多いですよね。うん。うん。うん、サトウキビとか、米とか、農産物を収穫するじゃないですか、はい、農家が。
で、それで、農産物を換金してお金ができて、そのお金を、はい、お金ができたんで、花嫁に、金とか、まあ、装飾品とか、あと、婚礼品を買って、はい、それで、まあ、日本でいう、結納、はい、はいはいはい。結納品を買って、婚約するっていうのが慣例になってて、うん、でも今年はですね、これを使いなさいよ、みたいなことですよね。そう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 。ところが今年のインドは、急に、今月の初めに、高額紙幣を、はい、の使用を停止したんですね、いきなり。そうですね。お金引き出せなくなっちゃったんですよね。なったんで、はい、お金が、なんと流通量が極端に減ったので、はい、そういった婚礼需要が減ったんですよね。婚礼シーズンを春まで伸ばしたんですよね。そう、そういうこと、そうです、そうです。はい、まあ、それもあって来年、その分が来年に回って、はい、来年伸びるっていうような見方も。なるほど。単にそれが先に伸びたっていう話ですね。ああ、でも、あ、そっかそっかそっか、インドの婚礼の時期っていうのはそういうことで、修復の後っていうことなんですね。そうなんです。ああ、なるほど。そういうことだったんです。でも、需要は分かったんですけど、うん、その供給が減るっていうのはどういう理由なんですか？これはやっぱり、はい、何でもそうですけど、物を作るって生産コストがあるじゃないですか。はい、うん、例えば金ですと、1200とか1300ドルとか、はい、プラチナも、プラチナはその金よりも高いんですね。うんうん。はい。最低でも1200ドルぐらいが、まあ、生産コストの一番ミニマムと言われてるんですけども、うん、今はね、800ドル、まあ、1000ドル大きく割れ込んでますから、はい、生産コストが割れということで、うん、特に南アフリカがプラチナの鉱山会社が多いんですけれども、うん、はい、とてもこの値段では生産できませんよということで、鉱山し、まあ、閉める、はい、まあ、もともとは、もう、コストが悪かったので、労働者の賃金をすごい引き上げなかったんですね。逆に引き下げたとか、あと、解雇したりとか、いうことで、去年の1月ぐらいは、今ぐらいの時期からは、そういった問題が頻繁に起こってたんです。労働者がもう、これ以上、こんな賃金下げたら生活できませんとかですね。ストを起こすとか、起こさないとか何かやってましたよね。鉱山ストが頻繁に起きたんです。で、まあ、そんな状況がですね、長期化しても1年も続いてるんですけども、さらに値段が下がってて、はい、まあ、来年あたりは、もしかしたら一部の鉱山会社、完全に閉山するんじゃないか、なんていうような見方もあってですね、まあ、その辺の生産コストと、はい、供給のバランスが、まあ、悪化してるっていうようなことですね。なるほど。はい、じゃあ、それで生産が足りなくなるということなんですね。そうです。その需要に対してね。はい、ですから一回もし供給がこれ、はい、一つの鉱山でも占めると、うん、やっぱ相当量プラチナの生産が減りますから、うん、極端な供給減になる可能性がありますよね。うん、簡単に供給過剰供給不足って言いますけど、一回その流れに乗ってしまうと、はい、長期的に各所大きく変化する可能性があるということで、もしかしたらプラチナ、ラインプラチナは下げすぎの反動で大きく戻す可能性もあるかな、という状況ですね。プラチナにとって来年はちょっと大きな動きを、あ、そうですね、分岐点みたいな形になりそう。そうですね、はい、じゃあ逆座ももしかしたら解消するかもしれない。そこ、本来はね、皆さんはそういうふうに見るので、逆にプラチナなかなか上げにくい。金とプラチナの需給規模って約20倍もあるんです。はい。だからそれだけプラチナって少ないんですよね。はい。にもかかわらず、金よりも安いですから、はい、ちょっとやっぱり下げすぎ感が強いですよね。はい。そう、こんなに下げてるんですよね。2008年のところですね、ガクンと落ちて。そうですね。はい。はい、2008年のこれは、世界的な金融危機、リーマンショックの時ですね。はい。これはコミュニティも金融も株価も全部、すべての金融商品が下げた時期ですけども、はい、で、コミュニティの値段が上がり始めたっていうのが1999年から2001年にかけて、すべての国際商品が底を入れて上昇トレンドに変わった時期なんですけども、この2001年の安値と、2008年の安値、これを、はい、繋いだ線が下の支持線って言います。はい。下のレジスタンスですね。これを下回るとダウントレンド、下回らずに、はい、維持すると、また上昇トレンドに回帰するっていうのが一般的な、シナリオなんですけども。まあ、これ見て、一目瞭然ですけど、下の支持線割り込んできてますよね。そうですね。はい、なので、まだこれ、下げ相場が続いてると。下げ相場という
この後も、はい、ということなんですね。そうですね。そういう風な今トレンドですね。はい。ということで、はい、ここまでは金とプラチナの流れで、金はほとんど、東京金は横ばいだけども、はい、ドル建てのニューヨーク金はまだ下げ相場にあってる。で、ニューヨークプラチナに関しても、ニューヨークの金と同じように、依然として下げと相場が続いてるし、体制的にも下の支持率を割り込んでるんで、うん、まだ安値がある可能性がある。ただ、需給からすると、はい、先ほどの、世界的な国際機関、うん、ワールドプラチナムインベストメントカウンシルの予想では、もしかすると需給が好転するかもしれないという予想が出ているので、はい、ちょっと不透明感があるというところですね。はい、で、これちょっと見ていただいたのは、これは下の支持率割り込んでますよね。はい、まだ下げてますよね。はい、それに対して、ゴムという銘柄があるんですけども、はい、天然ゴムですね。こちらの方は同じように2001年と2009年、の安値をつないだ下の支持線、これを割り込まずに推移しているということで、はい。そうですね。はい。で、ここのところぐーっとまた上げてきてる、ね。そうです。はい。これは安値を出し切って、上げ相場に転じたぞと、マーケットが見てて、はい、買いが、膨らんでるっていうようなことですね。はい。もう全然違いますよね。先ほどニューヨークプラチナと東京ゴムのトレンドは。片やまた下げ相場、片やは完全に上げ相場に入っているということで、はい。はい。ですからやっぱ商品によっては需給のファンダメンタルズの構造で、こういった値動きの違いが出ているっていうのは、ちょっとわかりいただけるかなと思うんですけども。はい、わかりました。まぁ、ちょっと何で上げてるかって、まだ順々に、はい。はい、ちょっと、お願いします。はい、触れていきたいと思うんですけども。はい、ただちょっと上げすぎなんですよね。はい。上げすぎですね。ほとんどの人、金も下げてる、プラチナも下げてる、うん、原油も今横ばいですよね。うん、はい。加盟、オペックの中で、原油に関しては、減産を、こうして、はい、決まりました。非オペック諸国、例えばロシアとかでも、うん、減産するってことを合意して、一瞬的に上がりましたけども、はい、やっぱり、なかなか50ドルから大きく上昇するっていう局面ではないので、うん、まだまだちょっと上値重い感じがしますけども、うん、そういった中で、ゴムだけが今、はい。一人勝ちって言うんですかね。そうですね。単独で。3年7ヶ月ぶりの、東京のゴム、ね。ああ、はいはいはい。そうですね。はい、そうです。すごい高値。そうです、そうです。はい、よくお調べです、ね。ちょうど先週のね、はい、金曜日に、はい。はい。トコムスクエア、通信書きましたから。あ、そうですか。あ、山本さんそうですよね。マーケット書かれてるんですよね。そうですね。ああ、はい、よく読んでください。はい、結構大変ですもんね、はい毎日ですもんね。毎日出してます。うんね、ぜひぜひ、はい、参考になると思いますので。はい。まあそういうことでね、すごくゴムが今、はい一人だけ注目されてる感じだったんですけれども。そうですね。はい、ドップ高ですからね、やっぱり。うん、他の商品がおとなしいのに、ゴムだけがビュンビュンビュンって毎日毎日ストップ高でしたからね。はい。はい、ただ、やっぱり毎日毎日ストップ高になりますと、やっぱり上げすぎ感がありますよね。144円っていうんで安値から、はい、その安値と同じぐらいの値幅、140円、150円今上げてますので、うん、しかも300円近くまで今上昇してるので、ちょっと相場としては行き過ぎ感が結構強いですね。はい、で、短期的にですけども、260円付近に先切りベースで、260円付近に形成順のギャップを開けてるんですね。窓と言いますけど。はい。うん、普通はこれ埋めるんです。はい。はい、埋めるので、まあ、来週から年内にかけて、一旦260円ぐらいまで、下げる可能性があるかな、と見てます。はい、300円まではいかないかな ?300 円行く前に一回下げて、うん、窓埋めしてからもう一回300円。してからっていう感じですか感じだと思いますね。はい。はい、で、下の MSC で見ても、わかりますけど、はい、ちょっと行き過ぎですよね。15とか20近くまで行ってますので。うん、まあ、このグラフにありませんけども、相対力指数 RSI っていう、その相場がどこまで相対的に買われてるのか売られてるのかと示すグラフがあるんですけども、うん、日足ベース、週足ベースで両方で見ても、今80ぐらいまで来てます。はい、で、70以上になると行き過ぎっていうふうに見るグラフなんですけども、それが80まで行ってるので。80に、70を大きく、上抜けて80まで来てるので、はい、かなり行き過ぎですね。はい。
はい。で、次のグラフは、今、東京ゴム見ていただきましたけども、うん、今、国際的な指標になってます、上海ゴムのグラフがこちらのグラフになってます。はい。これが、ついに2万元の大台に乗せた乗せた、乗せたですね。はい。2004年の前半ぐらい以来ですね。はい、これで見ると、4月ぐらい、4月以来ですかね。2万元まで。2万580元まで先週末行ったんですね。東京ゴムの安値からの上げ幅ってだいたい 205% ぐらいなんですけど、はい、この上海ゴムは上昇率 215% ですから、東京以上に上げてますね。はい。はい、やっぱり中国が、じゃあやっぱり今ゴム、今の高値のちょっと原動力になってるっていうことなんですね。すごい勉強されてますね。本当に。いや、いろんな要因があるんですけども、はい、最大の理由は今山本さんおっしゃいましたけど、はい、中国の要因が一番大きいですね。減速って言われてたじゃないですか、今年の前半まで。はい、ところが今、回復傾向にあるのかなっていう。中国経済ですか？そうです、ね、データがあるので。それが大きいですよね。そうですね、うん。まだ全然中国って景気回復してるっていうイメージがないんですけど。ないですね。はい、数字的には出てきてるんですか？はい。特に天然ゴムの消費と関わり合いの強い、はい、車関係ですね。車が今飛ぶように売れてます。はい。で、飛ぶように売れてるので、今車の生産台数がものすごい増えてます。この辺が一番大きいですね。はい。中国だけじゃなくて、アメリカでも新車販売台数を回復していると。そうですね。10月、9月、8月と3ヶ月連続で前年同期割れになってたんですけども、11月、まあ、やっぱこれもトランプさん効果なんですかね。はい。はい、これも4ヶ月ぶりに約 4% 増えましたので。はい。あと、まあ、産地のタイでちょっと大雨とかの天候障害が起こってるっていうこと。あと、まあ、これはベーシックな話ですけども、タイやベトナムなどで、はい、やっぱりあまりにも天然ゴムの値段が下げすぎたので、はい、天然ゴムを作るのやめようと。もう、ただタイですと、バンコクとか都市部に行って、もう商売買いですよね。というふうな流れがあったりとか、同じ一次産品でも天然ゴムからパームオイルに生産シフトするとか、はい、そういうふうな流れがありましたね。はい。まあ、あと、これも、今年の年初の話ですけども、タイ、マレーシア、インドネシアの3カ国が、共同して輸出削減をするというふうな、政策をやったんですね。第1回目が8月まで61万5千トンで、今年年内いっぱい、12月までが8万5千トンを輸出削減しますという、まあ、こういった一連の流れが、ゴムソープは今押し上げているということですね。はい。そっか、その効果が今出てきてるということなんですか。その輸出削減の。まあ、いろんな、これ、疑問とかね、いろいろあるんですけども、まあ、額面通り受け止めると、まあ、輸出削減してるので、まあ、その分だけ、はい、供給量が減って、需給のバランスも、まあ、引き締まってる、っていうふうなことで、相場が上げてるというふうな流れだと思います。はい、あ、新車販売台数ですか？はい。これが今日のポイントっていう肝ですね。はい。はい、2013年の頃と同じくらいってことですか、これは。あ、ごめんなさい。青い線を見ればいいんですね。単純にね。そうですね。はい。はい。そうすると、まあ一番今、あ、本当だ。過去最、過去っていうか、ちょっと私この先はわからないんですけれども、ここのところ、少なくとも2013年からは一番多いんですね。そうです、そうです。過去最高になったんですね。やっぱり過去最高。11月の、はい、売り上げが。はい。すごいですね。こんなに中国では車が売れてるんですか？ものすごい売れてるんです。去年に、小型車の車を買った人に減税をしたんですね。はい、それで、まあ、これが年内いっぱいなんです。今年いっぱい。はい。はい、ということで、特に10月、11月は駆け込み需要がすごく増えて、小型車を中心に、でも一般的にこの減税中の小型車がすごくもう売れてますよって言うんですけど、実態は、SVR って言いました、多目的スポーツ車ですけど、はいはい、四輪駆動とか、あの辺の車もすごい今売れてるんです。
結構高いですよね。高いんですけども、ね、若者中心にもう、そういった多目的スポーツ車志向っていうんですかね。はい。が売れてますし、まだね、やっぱり道がそれほど良くないので、はい、四駆だとどこでも走れるじゃないですか。なるほど。そういうメリットもあるんですね。そういうメリットもあって、すごく今売れてるんですね。小型車も売れてるし、スポーツ車も売れてるっていうのは。その理由はなんか中国ならではって感じもしますけれども。そうですね。また広いから道の悪いところもいっぱいありますね。またあるのね。はい。ああ、なるほど、なるほど。売れてるのは都市部だけじゃなくって。農村、そうですね。農村部でも。全般的に売れてるみたいですね。で、ここで一番ポイントが、今年1月、11月の、はい、販売台数が約 14% 増ってありますけども、うん、生産も同じぐらいこれやっぱ増えてるんですよね。単月で11月が 17.8% 増の301万トン、1万台ってあるじゃないですか。はい、で、単月で、1ヶ月の間で300万台上例が立ったの初めて、生産したのは初めてなんです。生産もバカ売れですけれども、はい。ごめんなさい。売り上げも、すごくもう飛ぶように売れてますけれども、それに合わせて生産台数も急激に増えてる。はい。っていうことですね。はい。で、まあ、当然ゴムもそれだけ必要とされてきているという。ことになるわけですね。天然ゴムの消費の、はい。約8割ですから、ほとんどが、車の、8割も車なんですか？車のタイヤなんです。なので、車が売れた分、生産した分だけ、はい、天然ゴムの消費も伸びるっていう理屈になるんです。で、14% 増が今年の販売台数の、これまで売り上げ高じゃないですか。で、その 14% 増を、去年の中国の天然ゴム消費に対して今年はそれだけ伸びたと仮定すると同じ分だけ。532万トンになるんですよね。はい。で、去年が467万トンですから単純に引き算すると、去年よりも今年の方が65万トン天然ゴムの消費が増えるというふうな理屈になるんです。で、65万トンって言われてもピンとこないですよね。まあ、わかんないです。日本の、はい、世界第2位の、まあ今第3位ですが GDP、経済大国の日本の年間の天然ゴム消費が約70万トンなんです。あ、じゃあもうそれに迫るぐらいの。今年の中国の天然ゴムの消費の伸びっていうのは、はい、日本の年間の消費量に匹敵するぐらいの。伸びだけで、それ。伸びだけです。あ、そうなんですか。今、中国に抜かれて、今、世界第3位が日本の天然ゴムの消費、順位ですけど、世界3位の天然ゴムの消費国に匹敵するぐらいの量が今年中国で、増えてるということですか。当然、そこ的には、上げますよね。そうですね。この要因だけで。はい。というのが、ゴム何もないだけで、さっきのテクニカルとか、はい、まあ、なんですか、投機的な動きだけで上げてるっていう人が結構いるんですけど、うんうん、それは違いますね。ちゃんとした理屈があるということですね。はい。これ外部要因。はい。で、最後にゴム相場が今上がってる、まあ、外部要因、需給ファンダメンタルズの要因以外の要因ですね。はい。はい。はい、まあ、大幅な円安。まあ、これは、円建てのっていうことですね。そうですね。はい。はい、で、ニューヨークダウを中心とした株高に伴う景気回復。これはまあもちろんね、うん、先ほども、はい、ね、アメリカもそうだし、中国もっていうことで。はい。はい、そして、産業消費財がね、価格上がってるんですよね。うん、まあ、車が売れてるので、これも中国なんですね。はい。これも中国で上場してる、上海大連、結集、うん、で、3市場で上場して取引されている各銘柄の、はい、値段が、商品価格が上がっているんですね。はい、そして、市場全体、コモディティ市場全体がリスクオン、うん。はい。投資活性化などがあるということで。まあ、そのために金はちょっと元気がないんですけどね。ああ、そうですね。はい。そうですね、うん。で、最後の5番目として、世界的な景気経済。アメリカの大統領選で劇的に変化したということですね。はい。まあこれがね、まだ続くかどうか、ちょっと不透明な部分はあるんですけれども、今現実的に為替はこれだけ急激にドル高円安になってますし、はい、債券もこれだけ上がってるので、
まあ、結構大きく変化しているのは事実ですし、はい、まあちょっとまだしばらくこの流れが続くだろうという見方が、はちょっと否定できないところですよね。1月の20日、また一つ何かね、ちょっと動きがあるのかどうかってところですよね、はい、就任したところでね。あ、そうですね。はい、そうですね。はい。はい。で、これは？まあこれは、はい、まあ参考までに、株価は市場最高値、ねを更新する流れで、特に先週は、あれですよね、連続、毎日毎日高値更新というような状況でしたし、はい、そうでしたね。はい、で、そういうのはどうかというと、まあその株価の流れに対して、まあ高値は維持してるんですけども、なかなか上がりきれなくて、はい、横ばいの推移がついてますよ、っていうようなところですね。さっきお話になった CRB 指数って。あ、そうです。はい、そうです。ね、はい、というところですね。はい。はい。ちょっとゴムは、まあ結論ですけど、ちょっと短期的には下げる確率が高いので、ちょっと上げすぎかなっていう。トレンドフォローなんで、ちょっと寝頃で買うのはちょっと危険かもしれませんね。はい。はい。はい。というところで。というところで、はい、今日もね、なんだか最後まで。ありがとうございました、はい。ありがとうございました。来週はまた近藤さんが担当してくれますけども、ね、はい。近藤正代さんの方にまた来週。はい、来年入ってからも、第1集団中は近藤さんの方でご担当します、はい。で、まあ、新年、第1回は1月10日になりますよっていうことですね。そうです。そうですね、はい。お正月はさすがにちょっとでもお休みをいただきまして。そうですね。マーケットも4日からですからね。はい、そうですね。はい、東京の方、はい。はい。ということで、今日も最後までお付き合いいただきましてありがとうございました。本日の解説は、東京トレーダーズタイムズの小針秀夫さんでした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。失礼いたします。それではまた来週、さよなら。商品先物に新たな風を巻き起こす資産運用の流れが変わる。コモディティの新しい流れはトコム。